今日のタイトルは新型コロナウイルス感染症に対する保健所の現状と政策。我々この2年間日本では保健所の話というのを非常にたくさん聞いたわけですけれども、実は一般の人は保健所よくわからないということで、宇田先生、今回お忙しいところ大変に申し訳ありませんけれども、お時間をいただきましてお話をお願いしております。では宇田先生、よろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんにちは。今姉川先生からご紹介いただきました、元保健所長会というものがあるんですけれども、そこの会長させていただきました、宇田と言います。3年前に、保健所長といいますか、公務員なんですけれども、公務員退職いたしまして、現在HK 医療振興協会のヘルスプロモーション研究センターのシニアアドバイザーと、東京の北区にあります北医療センターで、院内感染対策でありますとか医療安全とか、そういったような仕事をさせていただいています。簡単に自己紹介といいますか、私のバックグラウンドをご紹介させていただきますと、1978年に医学部卒業いたしまして、私の大学が離島とか僻地の医療に従事するという意思を養成するという大学でしたので、卒業後、9年、離島僻地、特に鹿児島の離島僻地、奄美大島でありますとか、甑島、そういったようなところで、診療をいたしておりました。で、10年してからですね、当時の厚生労働省の方から鹿児島県の部長で、来ていた郡司敦昭っていう医系技官といろいろディスカッションする中で、やはりその行政、衛生行政の役割を担う人間も必要だと、あるいは不足しているといったようなこともございましてですね、保健所の方に入るということにいたしました。保健所といいますか、県庁、保健所も含めて公衆衛生分野の方に入るということにいたしました。で、この間32年ほど衛生行政の分野で仕事をさせていただきましたけれども、10年ほどは県庁で仕事をし、残りの20数年は保健所で仕事をしておりまして、長いこと仕事を衛生行政の分野で仕事をしていたということもあって、保健所長会の会長も4年ほどさせていただきましたし、2016年からはですね、公衆衛生の分野で専門医制度を立ち上げようということで、社会学系専門医協会を8学会6団体で立ち上げまして、そこの協会の理事長もさせていただきました。3年前から協会の方で仕事をしておりますけれども、地域医療振興協会っていうのは全国の離島僻地医療を支援するということで、厚生労働省と総務省ですね、当時は自治省の認可を得て作られた協会ということになります。で、そういうバックグラウンドで、現職の保健所長ほど、現状について十分情報を把握しているのか、あるいは逼迫感について皆様方に、お伝えできるのか、いささか疑問に思うところ、不安に思うところもありますけれども、またいろいろとご指摘いただければありがたいなというふうに思います。先ほど長いこと保健所に勤務をしていたという経緯もご説明を差し上げましたけれども、そのようなご縁もあってですね、厚生労働省の方から、新型コロナウイルスの感染症対策の事務局参与といったような、これからお話をしていただく後の浜松医大の小島先生も同じなんですけれども、事務局参与を委嘱をされておりまして、あちこち保健所あるいは県庁あるいは市役所等のコロナウイルスの支援に伺いました。第3波の時には旭川にとか仙台市あるいは仙台市の中にあります青葉保健所とか、そういうところで支援をさせていただきましたし、第4波の時には沖縄県庁とか、あるいは離島が沖縄多いですので、その離島の保健所のマネージメントを支援するということで、
八重山保健所などにもお邪魔をさせていただきました。また昨今では、最近では年明けてからかなりの猛威を振るっておりますけれども、第6波の時には山口県庁あるいは市長の方にも支援に行かせていただいています。で、まあ、地域医療振興協会にも勤務をしていると、に勤務をしているというお話をさせていただきましたけれども、実はご多分に漏れず、地域医療振興協会82の医療施設を、医療施設等を運営しているわけなんですけれども、やはり施設内の協会内の施設においても院内クラスターが発生をいたしまして、まあ、公衆衛生の分野から支援に伺ったりしたこともあります。まあ、こんなようなことでですね、まあ、限られた時間の中でどれくらいの現状を報告を差し上げて、皆様のディスカッションの糧になるか分かりませんけれども、少し保健所の現場の状況なども含めてお話を差し上げたいというふうに思います。先ほど古市先生のお話にもございましたけれども、これが世界の今の新型コロナウイルス COVID-19 の感染状況で若干こう落ち着いてきつつあるように見えますけれども、これまでの第5波と比べますとかなりの膨大な数の感染者、あるいはそれほどではないですけれども、5波ほどではないですけれども死者が報告をされています。で、国内の状況について、まとめたものをお示しをしておりますけれども、2019年の年末に中国と思われる、まあ、中国の武漢と思われるところからのオリジンで、始まりましたこの新型コロナウイルス感染症、我が国においても20年の4月から1波、2波、3波、4波、5波、今現在、第6波の、まあ、感染に我が国に遭遇しているということだと思います。で、それぞれ第4波ではアルファ株、第5波ではデルタ株、まあ、デルタ株ではかなりのその重症度といいますかもありましたし、感染者数も非常に多かったということで、まあ、我が国も準備をしてきたんですけれども、残念ながらまた変異株であるオミクロンを中心とした第6波が今年の1月から蔓延をしてきているといったようなことはご存知の通りかと思います。で、まあ、このような状況のもとでですね、保健所はどういう位置づけになっていて、どんな仕事をしているのかということに関して、まあ、ご承知の方も多いかもしれませんけれども、まあ、簡単に、お話を差し上げたいと思います。保健所っていうのはいわゆる国の施設っていうことではなくてですね、自治体の施設です。で、まあ、国においては厚生労働省を中心とした、まあ、厚生行政が行われているわけですけれども、その地域の衛生行政に関して言うと都道府県と市町村、まあ、特に市町村では市町村保健センターが中心となった健康増進とか予防対策とかっていうものを行っていますし、保健所においては都道府県あるいは指定都市、中核市、まあ、そういったような行政区分はいろいろありますけれども、保健所を設置することができる地方自治体が保健所を運営しているということで、まあ、国と地方の役割分担ということがよく言われますけれども保健所の機能を今日話題として、お話をするということになるとすると、この国と地方自治体の関係性というものをまずご承知を聞いただいておいてから、仕事の内容とかこれまでの経緯とかっていうのをお話しした方が分かりやすいかなということで、この図を示させていただきました。で、まあ、地方自治体が有している行政組織が保健所ということですので、いわゆる法律に基づいて、その保健所の業務というのは規定をされています。
で、まあ、いろいろな法律に基づいて保健所は仕事をしているわけなんですけれども、その基本となるものが、昔は保健所法というものがあったんですが、これが平成6年に改正をされ、地域保健法という名前で、保健所の機能の、まあ、骨格を作っているということになっています。保健所はこういう仕事をするんですよということが書かれていますが、まあ、ここに記載の通り、統計に関すること、食中毒予防などの食品衛生に関すること、保健師さんが今八面六臂の働きをしておられますけれども、保健師に関すること、母子保健、あるいは精神保健、難病対策、そしてエイズ結核性病などの伝染病対策などを保健所では行うということが地域保健法に記載をされています。で、その伝染病に関する保健所の役割については、これもご存知だと思いますけれども、個別の法律で規定を細かくされていまして、保健所はこの感染症法という個別の法律に基づいて、感染症対策を行っています。字が小さいので分かりづらいと思いますので、ちょっと絵でお示しをしたいと思いますけれども、この感染症法の対象となっている疾患は110にあります。で、最も感染力が高くてですね、まあ、病原性も高い、あるいは致死率も高いなど、重症化しやすい疾患を感染症法では一類感染症としておりまして、一類から五類まで、この重症度に準じて、区分けをしています。一類感染症がエボラ出血熱とかラスタ熱とか、そういったような、まあ、極めて、リスキーな疾患が7疾患リストアップされています。で、二類感染症法は結核、ポリオ、SARS、MERS、まあ、我が国で見たことがあるものもあればないものもありますけれども、これが7疾患で、腸管出血性大腸菌感染症、いわゆる O157 などが3類疾患感染症、そして、まあ、いわゆる、鳥とか家畜とか、そういうものと共有する可能性のあるもの、まあ、4類感染症、人畜共通感染症的なものが4類感染症、44疾患、そして5類感染症、今新聞報道等でも時々出ていますが、5類感染症というのは非常にその数が多くてですね、個別の数を把握するというよりかは、むしろその感染の状況等を把握するといったようなことで、蔓延状況を大雑把に把握するということで、その対応を検討していくという定点把握のものが25疾患、非常に発生の頻度は少ないけれども、まあ、若干これは注意しなければいけないということで、全数把握を求めているものが24疾患、合わせて112疾患を我が国では感染症法の対象としてモニタリングをしたり、医療の対象としたり、予防の対象としたりしています。これは法律で対象としているものがこれだけあるということで、もちろん医療の世界では法律で対応しなくても医学の分野で必要と思われるものに関しては診断治療が行われるというのは当たり前のことなんですけれども、まあ、法で規定しているものはこの112の疾患ということになります。で、当初新型コロナウイルス感染症はこの2類感染症相当ということで、2類感染症に準じた対応が求められました。その後1年遅れて21年の2月だったと思いますけれども、新型コロナウイルス感染症は、新型インフルエンザなどと同等の新型インフルエンザ等感染症ということで、法律に明記されたということで、今現在感染症法に規定している対象疾患は112疾患と、この新型インフルエンザ等感染症になります。で、感染症法に基づく感染症対策に関しては、まず診断をした医者、まあ、今申し上げた112の疾患を診断した医者は、
最寄りの保健所に届け出をすることが義務付けられています。もちろん全数把握のものに関してで、ございますけれども、届け出をすることが求められています。で、最寄りの保健所のピンクのところが保健所の機能を主に示しているというふうに、見ていただければと思いますが、まあ、最寄りの保健所は、この診断された患者さんは果たしてどういう状況になっているのかと、その周りにいっぱい感染者がいるんじゃないかとか、あるいはどれぐらいの、まあ、広がりになっているのか、どれぐらいの過去のからの経緯があるのか、まあ、そういったようなことを調べる必要があるということで、状況の把握などを行いますけれども、それを積極的疫学調査とか、接触者調査、まあ、患者さんの聞き取り、あるいは届け出をしていただいた病院、医師からの聞き取りなどをして、その周りにいる人たちの接触の状況等を把握をする。まあ、場合によっては病原体の検索を行う、などして、その現状を把握をいたします。まあ、疫学調査を行う。で、その結果として、それが2類感染症、あるいは1類感染症、今回の場合には新型コロナウイルス感染症の中にあるとしての法的な位置づけになっている新型インフルエンザ等感染症だという診断がついた場合にはですね、まあ、場合によっては入院勧告などをする必要があるというか、場合によってはというか入院勧告をする必要があったり、仕事を休んで入院していただいたり、あるいは自宅に待機していただいたりということを書面で通知をします。あるいは、一人の患者さんの報告があったとしても、場合によっては、感染をして、まだ発症していない人たちもいるかもしれない。あるいは、実際に発症をしていて、医師を受診しないで、地域の中で、家庭の中で、職場の中で生活をなさっておられる方々がいるかもしれない。そういう人たちを見つけ出すために健康診断を勧告してやったり、入院をした人たちに関しての移送を行ったり、あるいは人数が増えてくると、入院をしていただくための医療機関、そういったようなものを探して調整をしたり、あるいはその入院をしていただくっていうのは、これはある程度人権にも配慮しなければいけないといったようなこともありますので、感染症審査協議会を設置をして、これは定期的に開催して、この方は入院をするということで、やむを得なかったのかどうかといったようなことなどを判断していただくという協議会に諮問をする。などのことを同時に行います。で、第5波以降、第4波からかもしれませんけれども、非常にその患者数が増えてまいりますと、必ずしも入院が前例、行えなくなったり、あるいは必要がない人たちも出てまいりますので、場合によっては入院、施設療養、自宅療養などのスクリーニング、区分けをして、療養の体制を整えるなどのことも保健所がやったりすることもあります。で、情報をきっちりと共有化するために、我が国は HERSYS というようなシステムの中に入力をすることになっているんですが、これをその保健所がやったり、本当は診断したお医者さんなりがやっていただけると、一番いいんですけど、早くて、的確でいいんですけれども、なかなか前例そういうわけにもいかないので、ファックス等でご報告をいただいたその届け出を保健所の方で入力するなどの作業が、感染症法に基づく発生届出が出た場合に、発生をする。それ以外に、コロナあるいは新型のいろいろな感染症が発生をしたりいたしますと、住民の方々の不安とかお問い合わせとか、そういったようなものが非常に増えてまいりますので、相談支援センターとしての役割も欠かせない重要な役割ということで、これらのものが、感染症が発生すると保健所の仕事として、行わなければいけないことになってまいります。で、新型
コロナウイルス感染症に関して、あるいはその新型コロナウイルス感染症に準ずるようなですね、極めてリスキーな感染症などに対しては、感染症法、いわゆる感染症の患者さん報告して、手を打っていくといったような一般的な感染症対策だけでは、なかなかこう、力のあるような、そういったような体制が、対応が取りにくいといったようなこともありますので、災害に準じた緊急対応ができるような法律ということで、新型インフルエンザ等対策特別措置法というのが、平成24年度に作られておりました。それを今回、2021年度にですね、改正をいたしまして、感染症法と相まって、新型コロナウイルスに感染症に対応するために、都道府県計画だとか行動計画の、策定を義務付けたり、まん延防止等重点措置を追記したりなど、その危機対応の強化を図ったところです。で、今回の新型コロナウイルス感染症に対する法的な基盤の主なものとしては、この感染症法と新型インフルエンザ等対策特別措置法、この2つが主なものということになるかと思います。感染症法は、細かい話を先ほど申し上げましたけれども、患者さんが発生した場合の対応と医療に関して規定をしています。で、それに対して、特別措置法、特措法に関しては、社会機能の、場合によっては、縮小とか、中止要請とか、そういったようなものも含めた、まん延防止を予防的に行う、かなり強権的な意味合いのある法律として、定められていますけれども、そういったような、この2つの法律で、今回のコロナウイルス感染症に対しては、国、都道府県、保健所、いろんな行政機関プラス指定団体が対応しているというふうにご理解いただければというふうに思います。ちなみに特措法の中にもありましたけれども、その国は国、都道府県では、都道府県なりの行動計画を作るということが義務付けられているわけなんですが、ちなみにこの2013年に国においては行動計画が作られていました。2009年の新型インフルエンザ、これは軽症で済んだわけですけれども、それを踏まえた上で行動計画を作りましょうということで、主要6項目に従って、細かい課題対策が作られています。主なものはこの6つということで、体制、サーベイランス、情報収集、情報提供などでございます。で、このような政府の行動計画を実際に現場で行うのは、先ほど申し上げた地方自治体の保健所、あるいは全体的な調整等に関しては都道府県庁ということになるわけですが、保健所の例をお示しをいたしますと、患者さんの発生があって、医師からの届け出が保健所に、最寄りの保健所になされますと、先ほどのような様々な保健所の業務を行うということになります。その中でも感染症の発生の現状を把握をして、その広がりを確認をし、場合によってはその拡大を防ぐための様々な取り組みをしていくといったようなことになりますけれども、それを発生届積極的疫学調査関連事業と業務というふうに位置づけますと、例えば発生届を受けた場合には、細かい話で恐縮ですけれども、本人に確認をする必要があったり、その患者さんは、2類相当の新型インフルエンザ等感染症になりますので、1類感染症と2類感染症は入院が原則になっています。で、入院が原則ということになりますので、入院が可能な病院への受診調整をします。で、感染症の患者さんの入院に関する、搬送に関しては、これは法律用語では移送と言いますけれども、搬送に関しては救急車は使えない、都道府県知事の責務で移送をするということになりますので、初期の頃は保健所が、保健所の車で、病院まで
送り届けたり、そのための患者さんと病院との時間の調整をしたり、その時の、まあ、服装とか、まあ、そういったような、まあ、準備の説明をしたりなど、まあ、ここに書いてある細かなことを逐一申し上げませんけれども、発生届を受けた後の対応が、まあ、ルール出てきます。で、疫学調査に関しても、さまざまな聞き取りをいたしますけれども、必ずしも電話がすぐに通じるわけではないっていうようなこともありますので、時間もかなりかかりますし、手間も一度で済むっていうことも、むしろ少ないといったようなことが現状かと思います。あと、初期は行政検査がメインでしたので、さまざまな方々、接触者などがリストアップされると、検体採取を行って、その検体を検査場、まあ、都道府県などが設置している検査場に搬送をする。先ほど申し上げた入院調整、病院の受診調整などを行う。で、最近では入院できない軽症の、入院しなくてもいいような軽症な例、あるいは中等症例、あるいはさまざまなバックグラウンドを持って、家庭の事情等を持って、自宅、あるいは宿泊療養施設で、療養をするケースに関しての調整、そのために必要な生活必需品、パルスオキシメーターなどの配布と回収、まあ、こういったようなことがルル保健所の中で出てきます。これは某保健所の例ですけれども、まあ、フェーズによって、1波から6波までのフェーズによって、その傾聴は随分変化してまいりましたけれども、こういったようなことが業務として生じるということになります。あと、まあ、今も申し上げましたけれども、新型コロナウイルス感染症っていう、まあ、二類感染症相当の新型インフルエンザ等感染症に位置づけられていますし、指定感染症の時も二類相当ということでしたので、入院の勧告、つまり、まあ、ある意味、強制力を持って入院していただく。その代わり、その診療に関わる、まあ、検査に関わるさまざまな費用については公費で、賄う、まあ、自己負担は生じないといったようなこともありますので、公費に関する事務的な処理、それとやはり口頭ではなくて文書事務が基本になりますので、就業制限、入院勧告、まあ、そういったような、さまざまな文書事務も発生をいたします。さらに、まあ、感染者の集計は、今後の感染症対策を考えていく上で、対策を講じていく上で必須ですので、集計に関する入力、まあ、その記録、場合によっては情報の共有化、そういったようなものも保健所の仕事としてリストアップをされます。これは某保健所の例です。でちなみに感染症以外の業務ももちろん保健所は同時並行で行います。BCP も作られていて、なるべくその、まあ、セーブしてもいいような業務については、1ヶ月後とか2ヶ月後とか、あるいは1年延期したりとかっていうこともやっているんですけれども、まあ、そうは言っても、その延期できたり中止できたりする業務だけではないものはやはり行わなければいけない。例えば物品の管理、その感染症関係のものもそうですけれども、それ以外のものもあります。あるいはその結核が発生したとか、精神疾患、自傷疑いの恐れのある精神疾患の患者さんが出た場合など、まあ、こういったような時にもやはり今コロナが出ているのでできないっていうわけにはいかないので対応するっていうことになります。まあ、いろんな業務が整理できればいいんですけれども、なかなか整理されないまま業務が行われるということが現状だろうと思います。で、まあ、先ほどもちょっと触れましたけれども、二類感染症以上の感染症に関しては入院が原則ですが、最近では、入院患者数が非常に増えてきているということもありますし、感染者数が増えてきているということもありますし、第6波では必ずしも入院しなくてもいいケースといったようなものも、これまでの知見が蓄積されるに従って分かってきていますので、
宿泊療養あるいは自宅療養の患者さんたちも増えてきています。それでいいよということになってまいりましたので、そういう方々のケアといったようなものも当初はですね保健所の方でやってまいりました。まあいろんなここに書いてあるような細かな仕事を保健所でやるといったようなことがあって、まさに保健所の業務は逼迫してきたといったようなことがあります。これはHERSYSという、まあ、感染症発生状況を把握するための入力システムですけれども、これが、まあ、うまく機能すると保健所の、情報収集あるいは情報入力の負担というのは軽減されたんですが、まあ、なかなかこれもうまくいかないところもあったりしましてですね、それが負担増の一因になってたりもしましたけれども、最近ではこの入力についても外部委託が進んできて、かなり負担軽減が図られています。まあ、このHERSYSっていったような仕組みはこういうような仕組みです。で、保健所は緊急時の対応に業務の内容、あるいは人員をシフトさせまして、まあ、これは私がお邪魔をした保健所の例なんですけれども、まあ、いつもの業務を、まあ、母子保健とか健康づくりとか職員衛生とか医療監視とか、まあ、そういったようなものを全部こちらの方にシフトをさせてですね、対応するといったようなことにしていますけれども、それでもこの対応できるチーム供給する人的な、まあ、パワーに追いつかない需要がある、あったというのが、まあ、これまでの現状かと思います。まあ、こういうようなことも踏まえましてですね、保健所長会っていうものが、まあ、何回か緊急提言とか要望書を厚生労働大臣、あるいはアドバイザリーボードなどに提出していますので、それの一部をちょっと紹介をさせていただきたいと思います。で、全国保健所長会は今現在470の保健所の所長で構成されているんですけれども、これは一番新しい緊急提言です。第6波のピーク時、2月2日に提出をしたものなんですけれども、まあ、第6波ではかなり需要が増えてまいりましたので、まあ、届け出必要だと思いますが、なるべく簡素化できないかと。で、必要な資源を、この、まあ、特にオミクロンの場合には軽症例も多かったということもありますので、まあ、その軽症例に保健所の資源を投ずるというよりは、重症化リスクの高い患者さん、まあ、慢性疾患のある方、高齢者、まあ、そういったような方々に集中していくことが必要ではないか、あるいはその先ほど申し上げた全数把握が今原則なんですけれども、まあ、定点把握とかそういったような仕組みではどうなんだろうかと。あと、これも冒頭申し上げましたが、保健所っていうのは国の機関ではなくて、それぞれの自治体立の機関、行政組織です。我々のっていうか保健所の設置主体は都道府県、あるいは指定都市、中核市、23区、まあ、そういったようなところが設置をしているということで、それぞれの保健所長のボスは知事であったり市長さんであったりする。まあ、もちろんそれが統一した考え方で統一した対応で行われるように法律っていったようなものがあるわけですけれども、細かな運用に関しては自治体の判断に追うところが大きいということで、自治体ごとの差が生じやすい、全国で統一した対策方針の提示が必要である、などが緊急提言なされています。その背景にあるのは、非常に数が多くなって、まあ、実際に、一人一人の状況を把握していくっていうのは、もう不可能な状況になってきていると。でそういう状況の中で、限られた資源を、まあ、感染症対策に投じるとすると、やはり重症化のリスクの高い人たちに重点化して対応することが妥当ではないかということで、まあ、こういうような背景をベースに先ほどの提言を出しています。で、20年の12月の8日、これちょっと古いですけれども、第3波の時には、まあ、同じようなこと書いてありますけれども、すべての感染者に、
二類相当ということで全数把握することは困難な地域においては、まあ、あの場合によっては全部把握しなくてもいいんじゃないのかと、まあ、把握するにしても発生届出様式を簡素化した方がいいんじゃないのかと、あるいは全数入院というのが原則なんですけれども、まあ、入院勧告は入院治療が医学的に見て入院治療が必要な患者に限定すべきで法律に基づいて入院治療をが必要と規定するっていうことは、まあ、限定的な取り扱いにしてはどうなんだろうかとかですね、まあ、あと宿泊療養の対象あるいは疫学調査の対象をリスクの高い人たちにしてはどうだろうかとか、あるいは観察の期間を14日間から10日、7日とか短くすると対象が減りますので、そういう観察期間の短縮とか簡略化などもこの3波の時に提言をしています。これも保健所の業務が逼迫をする中で、まあ、必要に駆られて、緊急提言として出されたもので、感染者の医療調整、自宅療養の健康観察、生活支援、生活支援というのは生活物質、まあ、あの自宅から出ちゃいけませんよということになっているので、食べ物とかですね、必要生活必需品などをお届けするといったような役割も従来保健所でやったりもしていましたけれども、まあ、市町村で代替することが可能なものは市町村と共同してやれるようにということで、まあ、こういったようなものも実はあの提言を出してから改善をされています。で、感染症法が21年の2月に、まあ、特措法と同時に改正をされたわけですけれども、その直前になって、まあ、あの意見を出しました。まあ、直前だったのであまりあの保健所長会の提案意見は、まあ、一部は反映されましたけれども、なかなかあの意図が十分に浸透した法律改正にはなっていなかったところも残念ながらありますが、まあ、こういうような意見も逐一出させていただいているところです。で、20年の7月第2波の時には要望書などで、まあ、感染対策の強化に関しての、まあ、要望書を出させていただいています。で、大変あの細かい字で恐縮なんですけれども、ここからですね 1,2,3 枚は、まあ、厚生労働省のホームページ、あるいは公衆衛生協会の中に保健所長会の事務局があります。で、膨大な数の文書が実は内閣府あるいは厚生労働省等から出ておりまして、そのすべてを現場で、まあ、深夜2時3時、まあ、場合によっては寝ずで頑張っている保健所の職員がその文書を読み解くっていうことがなかなか難しいっていう現状もあります。まあ、まあ、差は去りながら、やはりその国として、あるいは全体の調整を取るっていったような観点からですね、あの、対策の推移をやはり、こう、記録しておく、まあ、代表的なものを記録しておく必要があるだろうということで、まあ、勝手ながらいろいろこう、抜けもあると思うんですが、私の方でリストアップをさせていただいたものを3枚にまとめています。まあ、あの第1波の時、第2波の時、第3波の時、第4波の時、第5波の時、第6波の時、とりわけ、全く経験のなかった第1波の時に、非常に多くの通知文が出されています。で、ちなみに先ほど申し上げた、感染症法、特措法の改正などが行われたのは、この第3波の時ですね。で、第5波のオミクロン株の前、デルタの時ですけれども、この時が第4波までとは異なりまして、かなり重症例が多くなり、まあ、あの国全体が病床数が逼迫をしたといったようなこともありました。まあ、この時にいろいろなあの国の対応なども非常に大きく数も増えたといったようなことがあります。で、第6波は、まあ、第5波までの準備も若干あったんですけれども、やはり数が膨大だったということもありましてですね、あの対応に関してこれまでの対応を大幅に見直すと
といったような文書が出てきています。時間の関係で詳細については、割愛させていただきますけれども、それぞれ保健所、これが世界の情勢、我が国の情勢で国の対応ということなんですが、特にその保健所の対応に関して体制の話、相談支援の話で、患者さん、感染者などの情報把握の話、そして、当初からいろいろと話題になっておりました検査体制の話、それと疫学調査ですね、患者の発生状況、あるいは広がりの状況と把握するための疫学情報、そういったようなものを国統一した対応を取るために国から出されている文書を拾ってみると、こういったような一波の時が非常に多くて、第6波の時がそれに準じた形で多くなっている、その逼迫の度合いに応じて保健所長会もその都度その都度こういう意見書とか提言とかを出しているという状況を見ていただければというふうに思います。で、保健所の業務は、ここに書いてある体制相談支援、状況把握検査、積極的疫学調査、入退院調整、宿泊療養、自宅療養、就業制限、濃厚接触者、健康観察などが主な業務で、ちなみにワクチン接種に関しては、これは保健所というよりかは市町村単位で行うということになっています。で、ここで少し、ちょっと時間も押してますけれども、こういうような今、保健所がやっている感染症対策を考える際に、これまでの保健所がどういうような役割で、どういうような位置づけで、どういう経緯で今に至っているのかっていうことを簡単にちょっとご紹介を差し上げたいと思います。保健所は昭和12年で旧保健所法からスタートをし、昭和22年に地域保健法に改正される前の、地域保健法に改正される前の保健所の役割を規定している、新保健所法で、保健所法の業務が規定をされていました。同時に、全国保健所長会が設置をされています。ちなみに感染症対策に特化すると、いろいろありますけれども、代表的なものが感染症法が平成10年、これ明治の頃から100年変わらなかった法律がようやく変わったのが、平成10年、1998年です。それと、やはり都道府県知事、あるいは内閣総理大臣の権限を強化して、災害に準じた対応ができる感染症対策を目指して、特措法が作られたのが2012年。それをもう少し強化したというのが22年ということになります。で、これも非常に細かいスライドで恐縮なんですけれども、旧保健所法、新保健所法、その対象は、結核を対象とした伝染病だったんですね。で、一定の成果を上げました。で、大体、終戦直後から、昭和50年前後、2000年の前ぐらいまでは、この保健所法っていうのが非常に効果、有効だったというふうに思われます。ただ、やはり対象の変化などもありまして、その健康疾病対策の対象が、この伝染病から生活習慣病、成人病にシフトをしてきました。あるいは自殺対策などの精神疾患など、あるいは複数の状態像を持つ高齢者対策などにシフトしてきました。で、当然、保健所という都道府県単位で全国、800とか700ぐらいしかない行政組織では対応が難しいというようなこともありまして、保健所の機能が低下し、市町村の保健センターにその役割をシフトしていくということになってまいりました。それのきっかけになったのが、地域保健法というやつで、保健所法が改正されて、同時に市町村保健センターが設置される。住民に身近なサービスは、地域にある市町村保健センターがやるということで、その役割分担が定められたところです。で、これで当面、これからの健康づくりは進められて、地域保健は進められていくだろうというふうに、思われたわけですけれども、その背景にあるのは、こういう状況になったということの背景にあるのは、ちょっと今も申し上げましたけれども、対象が変化したこと、機能が変化したこと、合わせて体制が変化したこと、
ことになります。で、保健所は免疫管理の健康危機管理に対応するための組織としての位置づけを強化しましょうということになったんですけれども、まあ、対象として考えられていたのは食中毒でありますとか、あるいはエイズなどが対象で、なかなかこの全世界的に広がる COVID-19 に対応するには、その想定がなされていなかった。まあ、ただ、危機管理に対応するための組織としての保健所の位置づけは、市町村との役割分担ということで、まあ、法的には区分されたというのが現状です。で、人口構造の変化、疾病構造の変化、複合的状態像、まあ、高齢者が増えてきたということもありまして、やはり市町村の位置づけが非常に重要になってきた。一方ではグローバル化に伴う健康危機事象が発生するということで、そちらの方は都道府県が設置主体である保健所でしょう。市町村と都道府県、政令市等の大きな行政機関が有する保健所と役割分担がなされてきて、効率的な行政運営が行われるようになったという地域保健所の変化があります。で、地方分権、まあ、機能の変化としては、地方分権の推進で、やはり国から地方へ、地方は都道府県から市町村へ。で、実は結核対策とか伝染病対策っていうのは、国が地方に、まあ、都道府県知事とか保健所長に機関委任事務したり、団体委任事務したりして、国の代替としての伝染病対策が行われていたんですが、まあ、法律に基づいて自治体の権限で行うようにということで、地方分権の推進とともに、この機関委任事務から自治事務、あるいは法定受託事務へ機能の変化も進んでまいりました。先ほど来何回も繰り返し申し上げております通り、危機管理は都道府県、従来からの母子保健、あるいは栄養、あるいは精神保健など、市町村の地域住民の生活に密接に関係するものは市町村といったようなふうに、地域保健の重層化が進んでまいりました。で、保健所は企画調整部門が主に、あるいはエイズとか難病とか、技術的な専門的なものに特化した形で、移行してまいりました。で、実施体制に関しても、まあ、こういうことで市町村の方で業務が行われるようになると、都道府県の保健所の数はそれほど必要ではないのではないかといったようなこともありますし、市町村の合併も進みましたので、保健所の数も少なくても済むんじゃないかということで、都道府県型の保健所が中核市型の保健所に変化をしていきます。で、保健所の所長も従来は技術職員、お医者さんが主だったんですけれども、高齢者対策は小野田に雪男探しに行くことは伝えなかったといったようなこともありまして、そのヘッドが1986年事務方になったりしました。これが最後と決め、6回目の捜索に旅立つ。あ、よろしいでしょうか。すいません、もうすぐ終わります。で、結果的にですね、全国の保健所の数は一番多い時が850ぐらいあったんですけれども、今現在合わせて470まで減少しています。主に都道府県型の保健所が減少し、従来はなかった中核市という、まあ、中規模な市が保健所を保有して、そこで保健所業務が行われる、まあ、市町村が保健所を持って、行うということで、その二層制の地域保健の構造になっていったと、全体的に保健所の数は減少していったというのが今の現状です。さらに保健所単独の組織は少なくなりまして、福祉事務所との統合組織ということで、今回のような感染症とか危機管理に対して、まあ、福祉とのタイアップという意味では大変いいんですけれども、いわゆる医療とか、の専門的な判断、対応等を行わなければいけないような組織としてはちょっと脆弱になっていったといったような経緯があります。ちなみに、これはもう一つの
まあ、現状なんですけれども、保健所の数はこの棒グラフですが、どんどん減少と同時に、保健所長、これは医師でなければならないというのが、地域保健法上の、まあ、規定の一つにあるんですが、公衆衛生に従事する医師、とりわけ保健所長の数が少なくなってまいりまして、一人の保健所長が二つの保健所を兼務するなどの、まあ、兼務率が上昇してきているといったような現状も見て取れるようになってきています。まあ、こういったようなコロナなどの感染症、世界規模の感染症が、まあ、四六時中発生しているわけではなかったといったようなこともあって、今の現状に数とか体制とか機能とかっていうことになっているということは先ほどちょっと申し上げた通りなんですが、まあ、これから保健所の機能を強化するってことに関してはまず人の確保が必要でしょうし、制度、特にその国と地方自治の責務と権限役割分担、それのベースになる法律規定、そういったようなものの検討なども必要になってくると思いますし、今現在保健所に備えられている設備っていうのは、かなり貧弱なものになってきていますので、再度危機管理に対応するっていうことを真剣に国が考えるのであればですね、施設設備整備に関してもう一回見直しを図る必要があるということについて、まあ、全国保健所長会のメンバーとも議論をしているところです。大変申し訳ありません。長くなって申し訳ありませんでした。以上でございます。それでは、クイッククエスチョンだけ今受け付けて、それから後の特分で討論いたしたいと思いますが、クイッククエスチョンございますでしょうか。はい、ございませんか。何か確認をしておきたい。はい、浜島さんですか、ご質問でしょうか。特に、あ、はい、ちょっと よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、すごく興味深い話、どうも、ありがとうございました。で、そのマスコミでもその保健所の、業務の、業務とか、それから特にその1994年以降の保健所数の減少などという問題がよく取り出されるんですが、ちょっと一つお伺いしたいのが、その第6、あ、すみません、私は山口大学の経済学部の教授をしているんですけれども、今のお話の中で第6波で、山口県庁、山口法府、支所に支援に行かれたということなんですが、まあ、具体的にどういった支援を行って、何人ぐらいで行くのかというのをお尋ねしたいと思います。で、よく聞くのが、厚労省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部とかに、その地域支援班とか保健班とかっていうのがあって、その地域支援班は県庁などに支援に入って、保健班は地方の保健所に入るっていうようなことを聞いたことがあるんですけれども、そのクラスター対策班とか積極的追跡調査チームとか、まあ、その辺が、現場に飛んで、現地の問題解決を行う。でこれはまあ日本の特徴なんではないかと思うのですけれども、そこら辺の話、まあ、あんまり時間もないかもしれないので、かいつまんでお話ししていただければと思います。よろしくお願いいたします。宇田先生、簡単にお答えいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。山口県に伺ったのは私一人で伺いました。で、内容はですね、マネジメントの支援です。実はその第1波から第4波、まあ、第5波が非常に大きかったんですけれども、そこで、かなりその外部の支援の体制っていうのは整ってきたと。まあ、第6波はかなり人数が多かったので、それでも対応できなかったんですけれども、そのスタッフだとか、そういうノウハウに関しては、ICT に関して、かなり制度上整ってきたところではあるんですけれども、それが実はうまくマネジメントできていないっていう課題がございました。で、最後のスライドにありました通り、マネジメントの中心になるのは保健所で保健所長なんですけれども、保健所長の兼務率が1割を超しています。
で、保健所長がいないところで、スタッフに対しての、いわゆるインシデントコマンドシステムを機能させるっていうことが非常に難しかったので、そこのそのマネジメントの支援に、まあ、保健所長の経験者である私伺ったということで、まあ、体制を整えるということの目的で伺いました。第4波、第5波、第3波はそれぞれ保健所さんの支援、保健資産の支援が必要であったり、入力の支援が必要であったり、院内感染対策のカバーするための DMAT の支援が必要だったりということで、現場の支援が必要だった時期もありますけれども、山口の状況は以上の状況でした。はい、どうもありがとうございます。他に、ありがとうございました。じゃあ最後に私からお伺いしたいのは、今回の2年間の対応で、どこを一番変えればよいというふうに宇田先生は思われたでしょうか。マネジメントでどこをどう変えればよいという、そういうふうに思われるでしょうかというのが質問でございます。先生、かなり多岐にわたって、簡単に答えられる質問ではないと思いますが、保健所が機能するようになるためにはですね、その保健所が、感染対策をこういうそのパンデミックの感染対策の最前線で行うっていうことが、どうしてもその社会のコンセンサスであるっていう前提でお答えをするとすると、今の体制では全くできないので、自治体立の保健所であるのか、あるいは全世界的な危機が発生した時にはスイッチを変えて、国なり、もう少しこう広範な権限を持った機関の、そういったような、まあ、仕組みに切り替えられるような姿勢というのが必要なんではないかなというふうには思いますが、これはかなり難しいと思います。それをしようと思う場面で、その提案するためのベースになる研究というのはどこが行っていて、そしてそれをどういうふうにご主張されるというのが良さそうでしょうか。ね、まあ、学術会議などでも お提案差し上げたりしているんですけれども、まあ、我が国の基本的なその行政の仕組みから考え直さないといけない話なので、多分これ研究をするにしても、行政の仕組みの話から、法的なところから、財源の話から、あと既存の例えば国立感染研とか、そういう感染症の、まあ、組織を持っているところもありますので、全体的に研究を行う部署ってっていうのが果たしてどこがどういうふうにできるのかっていうことが、まあ、そのこと自体が大変研究テーマになるぐらいに非常に大きな、テーマだと思います。すいません、お答えになっておりませんが、とても難しい課題がそこにありそうですねということで、私は理解しました。じゃあ後ほどまたお時間があれば質問を申し上げますし、ご議論いただければと思います。一応先生の基調講演としては、定刻になりましたので、これで終えます。どうも先生ありがとうございました。お忙しいところ長くなりまして申し訳ありませんでした。以上です。ありがとうございました。これをベースに次の議論に入っていこうと考えます。それではちょっと皆さん3分ほど休憩の間に我々、小島先生にスイッチをいたしますが、小島先生はいらっしゃいますでしょうか。はい、はい、ではファイルを共有する形でお願いします。はい、はい、できましたですね。はい、はい、じゃあ一遍止めて、はい、はい、それでは先ほどからちょっと参加者の方でマイクがミュートになってなら、ね、今も声が入ってます。切りますか。今ご、録画開始をいたします。それではお願いいたします。はい、では浜松医大の小島ですが、お話をさせていただきたいと思います。
私は新型コロナ感染症及びオールハザード対応の政策ということでお話をさせていただきます。